はい、その未来を考える上でですね、素晴らしい市長以外のお二方にもお越しいただいております。このテーマですけれども、先ほど白澤さんの方からもあった通りですね、シビックテック全千葉とかでもですね、結構その教育関連の活動というのはやっております。で、各市のコード4の団体もですね、プログラミング教室をやっている団体が一緒にシビックテックの活動もしていたりとか、そういった活動も、やっております。で、例えばセッションの中でもシニアプログラミングネットワークとかですね、シニアがプログラミングを学ぶみたいな、そういったものでも、活動しております。なので、その教育というのは別に子どもたちだけのものでもないというところで、幅広い意見ご意見を、このセッションではいただきたいなというふうに思っております。では、こちらからまず林さんです。皆様拍手をお願いいたします。今日は、素敵な、ロボットを、お持ちいただいておりますね。はい、後ほど詳しくご紹介いただきます。次にエドテックジャパンの佐藤様にもお越しいただいております。佐藤先生は国の委員会とかでも何回かご一緒したことがあるんですけども、本当に幅広くいろんなことをやられておりますので、大変議論の方を、楽しみにしております。それでは、時間も、限られてますので、早速、内容の方に移っていきたいと思います。まず、最初にですね、市長の方からですね、これまで の千葉市の教育に関する、取り組みに関してという題で、お話しいただきたいと思います。それでは市長よろしくお願いいたします。はい、今回がまさにエドテック的なお話だろうということで、そういう中で少し千葉市の話をちょっとだけ冒頭に抜粋でさせていただきたいというふうに思いますけれども、この3つですかね、ちょっとちっちゃいから見えないかもしれないので口頭でお話をさせていただくのをメインにさせてください。我々ちょうどタイミングが良くて、エドテックという言葉はだいぶ出てきていて、その中でその基盤となるそのネットワークであったりシステムの基盤というのがちょうど僕ら来年の1月に完成するんですね。この学習システムとそれから教員が使う公務のシステム、これらをセットにした大規模なこういうシステムの導入というのがですね、来年の1月に更新を控えております。これに向けて今教育委員会や私たちもですね、システムを活用してどのようなことができるのかということでですね、この間議論と研究をしてきています。で、ここにちょっとまとめましたけれども、やっぱり進捗状況に合わせた学習ということで、これはいつも教育委員会教員の皆さんと話をしているわけですけれども、教育は別に、集団で教室形式で授業をしたいからしているわけではないわけですよね。本当は生徒一人一人の理解度には違いがあるし、本当はその生徒の理解度に応じて個々に進捗に合わせて全部カスタマイズの授業ができればいいわけですけれども、現実には技術的にできなかったので全員を一つに集めて先生のその匠の技によって進捗度を把握しながら授業を全体で進めてきたわけですけれども、これがテクノロジーの力で当然学習履歴をしっかりと把握をして、そして習熟度別の学習というのを先生は今はまだ増やせませんけれども、どういうふうに補完的にこの習熟度別の学習をしていくのか、さらには不登校の子どもたち、私からするともうこれだけ遠隔で仕事しようという時代の中で全員の生徒がですね、毎日同じ学校に行くということそのものがもはや違うだろうという思いがありますので、不登校っていういわゆるイレギュラー扱いだった子どもたちは僕らはもうイレギュラーじゃないだろうというふうに思ってます。もちろん体制は来てほしいわけですけれども、そういう意味で不登校の、子どもたちが自宅でも学習できる環境というのはもっともっとこれから作っていき、その人たちがまた社会の新たな力になっていってくれるだろうというふうに思ってます。それから、当然ですけれども動画や音声データを活用した授業であったりとか、遠隔で離れた先生や子どもたち、いろんな人たちと交流する、こういう双方向型の学習が可能になりますねと、それから先生もそれから学校の教室でも1人1台のパソコンが配置をされ、
まあ、タブレットであったり、まあ、いろいろなものができますんで、プログラム教育等も、まあ、できますよねという、まあ、これは当たり前の話ですね。はい、それから、まあ、出欠状況とかさまざまなものが全部データベースで一元管理しますので、今同じことを先生が入力してたりとかですね、まあ、そういうものをやってますけれども、まあ、事務負担も軽減されるし、一人一人に合わせた学習指導も可能になると。それからあとはですね、できる限りやっぱり先生間のノウハウの共有、それから同じ作業というのを共通化したいというふうに思っているので、このあたりもしっかりやりましょうねと、まあ、それからあとはまあセキュリティ対策もしっかりやっていきましょうという、まあ、こういうようなものになっています。まあ、こういうのはこれからのインフラとしてまずできると、この上で何をするかというのはこれからの我々の努力次第ですけれども、もう一つはですね、教育相談ですね。いじめ教育の相談は今までも24時間電話で受け付けてるんですけども、私も教育委員会にずっと言ってたのは、今は子どもたちだけじゃなくて若い人も、もう知らない人に電話かけるっていうのはものすごくストレスフルなんだと。だからもう LINE とかでファーストコンタクトを取って、最終的には電話に行くかもしれないんだけれども、まずは LINE なりでちょっとこうコンタクトできる口が作れないんですかねって話をして、でこれを我々は、LINE でですね、相談を、まあ、できるように、いたしました。それがこれかな、ここにちょっとデータも載せさせていただいてますけども、まずは昨年の10月から1月の31日までモデル的にやって、そして今年はですね、5月から3月まで長い期間やっています。でこの2018年度この10月から1月のわずか1月、もう本当に3ヶ月ぐらいですかね、これでやったんですけれども、登録者は1000人、そして相談件数は1日11件ですね。で電話で相談ってどれぐらい来てるかというと1日 0.7 件ですから、まあ、件数だけで言えばもう15倍ぐらい、相談が来たと。で中身の良かったのは、じゃあ不登校とかいじめ問題ってどんぐらいあったのかっていうと 3% とか 0.4% です。だからあんまり意味がなかったってことではなくて、友人関係とか、要は最終的には不登校やいじめになるかもしれない軽い相談ができるツールだということが認識されているということなんですね。だから逆に言うと、電話相談はよっぽど切羽詰まらない限り電話できないツールだった、受け入れ口だったっていうことがこれで分かって、潜在的にはもっともっと相談したい初歩的な内容、初期的な内容があったということで、まあ、この内容をちゃんと学校側にもフィードバックして、まあ、裏側でどういう子どもたちがどういう悩みを抱えているのかっていうのが、まあ、分かってきたところであります。で最後に、教育とはちょっと違うんですが、まあ、オープンデータ化の話として、子育ての話で、これはコード4千葉の皆さん方と一緒にやったやつですけれども、保育所の空き情報がオープンデータ化されていますということで、我々行政が把握している各保育所ごとの空き状況をデータで上げて、でそれがこういう形のですね、マップで落とし込んで、自分の自宅であったり通勤場所の近くにどれぐらいの保育施設があって、それはそれぞれどれぐらいの空き状況かっていうことをですね、早くすっと見ることができると。例えば延幅の有無とかですね、駐車場の台数とか、保護者のニーズが高い情報というのを追加をしていくということで、これはまさにコード4千葉の皆さん方とのコラボレーションによって生まれた案件でして、まあ、こういうものを僕らは増やすことで市民の満足度を増やしていきたいと思っています。これが一応ざっくりと千葉市の紹介です。はい、市長どうもありがとうございました。皆さん拍手をお願いいたします。それでは続きまして、今度は、佐藤さんにお話しいただきたいと思いますけれども、エドテックジャパンとは何なのかということで、こっちか。はい、それではよろしくお願いいたします。こちら、大丈夫ですか。はい、はいはい、皆さんこんにちは、佐藤と申します。エドテックジャパンってご紹介いただいてるんですが、まあ、デジタルハリウッドの佐藤という方が多分分かる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、デジタルハリウッドで、エドテックというのを教えています。でちょっと自分はですね、今回、千葉市またはラボットさん
あのグルーヴ X さんがですね取り組んでいることのそのエドテック的なちょっとコメンテーター的な立場で参加させていただこうかなと思っております。で、私自身がですねちょっと自己紹介を兼ねて、お話したいと思うんですけど、教育改革をテーマにしていまして、それをそれに向けた3つのアプローチっていうのをしています。その3つのアプローチだけさらっとご紹介したいと思います。今、まあ、デジハリで、エドテックのゼミをしてるんですけれども、もともと NTT とかですね、まあ、ライブドアとか、あとはデジハリの2004年に構造改革特区という制度を使って、株式会社から、まあ、一条校大学院を作ったんですけれども、そこの設置メンバーでもありました、文科省とガツガツやり取りしてですね、まあ、経営企画の役員だったので相当やった覚えがあります。で、そうですね、はい、そんなことで、だから実務家教員という立場でやってますので、まあ、純粋な研究者というよりも自らが教育イノベーションを、まあ、起こしながら、それを学生たちに背中を見せて、まあ、成功も失敗も見せていく、まあ、そんなことが僕の役割かなと思っています。起業経験も2度ほどあってですね、簡単に言うと、小さな成功と大きな失敗があって、まあ、それを糧に学生と、日々やっております。で、3つのアプローチのうちの1つはですね、トップダウンという言い方してますけど、教育ってやっぱり制度や仕組みじゃないですか。ですからそれに対してやっぱり意見ができたり政策提言ができるっていうところにいなきゃいけないということから、国の委員もいくつかやらせていただいています。多分ほぼ省庁ビンゴで全部それやってるような気がするんですけれども、最近話題の経産省の未来の教室エドテックというのが、経産省が公教育に対して口を出し始めたんですけれども、まあ、そこ の座長代理をさせていただいてたり、あとは内閣官房で教育再生実行会議、教育の仕組みっていうのは中教審っていうところで作るんですが、そこに対して唯一意見のできる会議がこの教育再生実行会議なんですが、まあ、そこにも入っております。で、政府もですねいろいろやってまして、実はエドテックっていうのが国策になったんです。これ言い過ぎじゃないんですよ、国策になりました、僕は2009年からこのエドテックっていうのを推奨し進めてるんですけど、その頃誰もエドテックなんて言わなくて孤軍奮闘してたんですが、まあ、やっと国策にまでなってきたということです。で、議連なんかもできてきてですね、かなり政府も動き始めました。経産省だけじゃなくて文科省も実はこのエドテックっていうのを言い始めまして、かなりぶっ飛んだことを言っています。一人一人の子どもたちをその取り残すことのないですね、公正に個別最適化された学びを教育ビッグデータでやろうと言っているのが文科省なんですけど、すごいいいこと言ってるなと思って、文科省も経産省も政府もみんなこう言い始めたというのが今の状態です。もう一つボトムアップという取り組みをしていますが、これは日々、まあ、学生と授業でやってますけれども、そういうボトムアップですね。で、僕がそのエドテック、これからエドテック絶対来るなと思ったのが、その授業の中で体験がありまして、2012年ぐらいだったと思うんですが、ご紹介したいと思いますけれども、こんな授業やってますから、その授業中どんなテクノロジー使ってもいいよという形で学生に言うんですね。そうすると僕が間違ったことを言うと、ツイッターでこうパッとつぶやかれて、フェイスブックグループに、OB のですね入っているグループがありまして、その中で僕の授業の先読みをされてですね、あれなんかウケねえなと思ったら、先生もそんなの見てますけどみたいな言われて、これは困ったなと思って、これ使わせてまずかったなと思ったんですけど、しまい挙句の果てにですね、ビデオカメラを僕の目の前に置いて出てっちゃった学生がいるんですよ。で、これはあかんなと思ってたんですが、その夜僕の90分の授業を見事に10分ほどに編集して、さっきのそのグループに上げてですね、 OB とかその他の人たちと、もうまさに探究学習というか、僕が狙いとしてた授業の狙い以上にもっともっと深い学びがそこで行われてたんですよ。これ2012年ぐらいです。これを見て、ああテクノロジー、そのビデオを取り上げなくてよかったなというふうに改めて思いまして、やっぱり学習者というのはテクノロジーをツールとして使って自らの、時間割とか学びというのを自ら設計するのが一番効果が高いというのを確信した、まあ、瞬間でした。あと最後の取り組みが、インキュベーション、まあ、イノベーター支援。僕自身その孤軍奮闘してイノベーターとしてやってもなかなか変わらないので、これも2012年頃から、エドテックのスタートアップベンチャー企業たちがすごく増えてきたんですが、まあ、彼らを支えるような、まあ、ピッチのイベントですとか、あとはサウスバイサウスウェストというイノベーションのお祭りがアメリカのオースティンにある、テキサス州のオースティンであるんですけど、そこに教育版もあるんですね。そこに自腹でブースを借りまして、ベンチャーを何社か連れてって、もう今年で7回目
毎年連れてって、まあ、日本の教育を世界に発信したり、世界の進んだ教育を日本に持ち帰るっていう取り組みをしています。まあ、その流れで、ちょっと宣伝になっちゃうんですけれども、11月の4号にエデュベーションサミット、こういったことを日本でやりたいなと思って、麹町中学校と清居カンファレンスというところで、2会場で、まあ、こういうあのコードフォンみたいな形でですね、やりたいなと思っております。そんな形で取り組みをしております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さん拍手をお願いいたします。はい、最後にですね、林さんの方から、もうプレゼンいただきたいんですけども、林さんのはちょっと長めに、15分ほど、お話をいただきたいと思います。その後パネルディスカッションに入っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。少々お待ちください。よいしょ。はい、こちらで、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。グルーブ X の林と申します。私どもここの足元にいるラボットというプロダクトを作っております。ラボットというのは、まあ、動くぬいぐるみのようなものです。まあ、ぬいぐるみを動かすというのが大変なのか簡単なのかというと、中身は自動運転と、まあ、いわゆる深層学習 AI と呼ばれるようなものですね。その組み合わせになっているので、比較的複雑、まあ、おそらく今まで家庭の中に入った機械の中では史上最も複雑な機械になります。だけれどもユーザーインターフェースはすごく簡単ですね。抱っこして撫でる、それから可愛がってると懐いてくる、家の地図を覚えて玄関まで迎えに来るようになる、いわば犬猫、そういったことができるようなことをロボットでちゃんとやりに行こうというのがこのプロジェクトです。なので可愛がってると勝手に、寄ってくる、可愛がってないと避けられる、そういった単純なことがこのロボットでは実現されています。中身は、スマートフォン級のコンピューター、これは通常のロボットが入っているものですが、これ以外にノート PC 用のコンピューター、それからディープラーニングの産業用の特別なコンピューター、それからデスクトップの PC、 4つのコンピューターが連携して動いています。中に入っている OS ですね、まあ、Windows とかそういったものと同じような OS は3つの OS が連携して動いているというので、まあ、非常に複雑な機械です。これでやるのは左下にあるような飼い主を見送るとか、大好きな人を作って大好きな人のところに寄ってくるとか、抱っこやスキンシップの時にどうやって触られたかが分かるとか、地図を作って家の中を見回るとか、ロボット同士、このラボット同士が、コミュニケーションをするとか、自動で充電をするとか、そういったことが起こります。このラボットを使ってエドテックプロジェクトも始めています。いろんな会社さんが一緒にやっていただいてるんですけれども、これはどういうことかと申し上げますと、ラボットに皆さん触れ合っていただいている中に、お子さん、こちらでも今お子さんがラボットと触れ合っていただいてますけれども、お子様が非常に興味を持っていただく、で持っていただいた後でどうも少し変わっていく、こういう声をいただいたのがきっかけでした。なぜか、まあ、ラボットというのは結局ケアをすると見返りがあるというロボットですね。ペットもケアをすればするほど懐いていく、そういった存在ですが、同じようなことがロボットでできると、実はいろんなことがお子様の情操教育に効くんではないかと考えています。特に子ども同士、もしくは大人と子どものコミュニケーションが昔に比べて限定されています。家族だけになっていて、村全体で子どもを見るなんていうことがなくなっているわけですね。で、そういった中でテクノロジーというのがある程度貢献できる可能性があるんではないかと思ってます。例えばペットを飼う、お子様ができると海外ではペットを飼うべきだと言われたりします。なぜかというと、やはりお子様がペットのケアをしているうちに、情操的に育っていくわけですね。だけれどもそれに対して来てこっちにももう一体来てるよそれに対して日本ではペットが欲しいのに飼えない人の方が飼ってる人の2倍多いと言われています。全世帯の半分の世帯の人はペットが欲しいのに飼えないわけですね。
で、こういった、これは内閣府の調査結果です。こういったところから見るに、本来はペットが人の情操教育に大きく、貢献できるところ、これが、ロボットで補完できるのではないかと思っています。どういったことができるかというと、気持ちを、想像するとか、他者を思いやるとか、ロボットの世話をするとか、知的好奇心を刺激するとか、こういったことができる。あと皆さん将来を想像していただきたいんですけれども、30年後もしくは50年後に家庭にロボット一家に1台いるのかどうか。多くの人は一家に一台家庭にロボットがいることに何の違和感も持たれないと思います。そういった時代に何が起きるのかというと、例えば僕らが他の人を見て、その人がどういう人なのかを直感的に理解できる、これが対人関係でとても大事な能力ですけれども、同じように人がこのロボットがどういうロボットなのかが直感的に理解できるかどうかによって、その人の生活が大きく変わってきます。人とたくさん接していれば人のことが理解できる、ロボットと接していればロボットのことが理解できる。30年後50年後というのは、そのロボットが自分にとってどういうことをしてくれて、自分がそのロボットにどういうことができるのか、そういうのが理解できるような子どもたちこそが実は最先端のお仕事をつけたり、生産性を上げれたりします。そうなってくると、理屈ではなくて直感でロボットが理解できるようになるというのはとても大事なことになってきます。で、そのような仮説のもとにですね、海外サウスバイサウスウェストだったり CES だったりに持っていきました。私ども CES 西海岸世界最大の家電市で、このロボットはベストロボット、世界の中でのベストロボットに選ばれています。多くの会社様340以上のロボットが世界から出展されている中で、日本の製品がベスト製品に選ばれること、しかもそれがベンチャーであったことは非常に稀なことです。さらにサウスバイサウスウェストではお子様に触れ合っていただきました。今お子様に大人気ですけれども、海外でも全く一緒です。で、海外のご家庭に持っていくと何が起きるかというと、例えば家族間のコミュニケーション、それがなくなっていた家でロボットがきっかけでコミュニケーションが生まれるねと先方のご両親に喜んでいただけたりしました。これはまさに犬や猫が、担うような役割と同じことをやるわけですね。結局家族とのコミュニケーション、もしくは人と人のコミュニケーションを助けるような触媒になりうる、それが犬であり猫であり子供でありロボットでありということかなと思います。実際に先方で、専門家の方、エドテックの専門家の方々にロボットを評価いただきました。社会性と情動の学習に効くんじゃないかという人が実は7割もいました。ストレスが減るというのも7割いました。子どもの世話や発達支援、これにも7割ぐらいの人が効くと言っていただきました。あとメンタルヘルス、ここには6割の人が効くと予測されていました。実際にロボットは、触れ合って抱っこしてもらうと、ストレスレベルが、全員のストレスレベルが下がることが確認されています。それから愛着形成に必要なオキシトシンという脳内分泌物質、これが上がることも確認されています。科学的にこのロボットというのは効果があるということが証明されつつあります。で、ロボットのエドテックプロジェクトというものとしては、ベネッセさんとかリタリコさんとかメルセデスベンツさんとかファミリアさんという会社様とご一緒にやらせていただいています。やはり子どもの未来において、ロボット、それが上層面で聞く、いわば勉強で聞くのではなくて上層面で聞くというのが非常に新しい観点ですし、世界のどこにもない観点だと言えます。で、さらにお子様がこうやってロボットに興味を持っていただくと何が起きるかというと、30年後50年後の日本を担うお子様がロボットを勉強するようになるわけですね。なぜ算数を勉強したいのか、なぜ理科を勉強したいのか、それは興味があるから勉強したいわけです。勉強しろと言われてやるのではない。
このようにラボットが動く仕組みに興味を持ってくれて、ラボットが好きだから、自分が将来ラボットを作りたいから、そう言ってお子様が自主的に勉強を始めていく、こういったようなきっかけになるのではないかと思っています。ちょっとこれ見にくいですけれども、ラボットというのはケアをすればするほど懐いていきます。この懐くために自動運転の技術から深層学習の技術まで入っています。それから例えば寝かせるとか、喜ばせる、高い高いをして喜ばせるといったことも可能です。多くの IT 機器は使い方をマスターしなければいけません。だけれどもラボットはごく自然に赤ちゃんをあやすように接するだけで、ちゃんとラボットが理解してくれるようになっています。その他家の中で自動運転でどのように動いていくのかとか、そういったことも一緒に住んでいくと理解できるようになります。家の中でずっとほっとくと勝手に充電して勝手に動いてる、それがラボットです。家に帰るとお出迎えをしてくれます。例えばこのラボット服を着ています。服を着替えさせると喜びます。お子様は服を着替えさせてラボットの面倒を見ると徐々に懐いています。佐藤先生にもご協力いただいています。非常に多いし、まあ、マンション暮らしも多いでしょうと、そういう子たちに、上層教育の一環としてソーシャルエモーショナルラーニングに使えるんじゃないか。子どもの数が減っていく中で、あと幼稚園 の子どもたちはより理事の方々にも身につけていかなければならないような時代に突入しています。幼稚園の中で自分より小さい子どものケアをお子さんはしたいんですね。例えば3歳の子は1歳の子のケアをしたい、でも怖いから誰もさせないわけです。そういった時にラボットだったら思う存分ケアさせてあげられる。最終的にそうやって興味を持ったラボットがどうやって動いているかに興味を持っていただければ、もうこちらのものですね。お子様自分から算数を学び、理科を学び、ロボットを作りたくなってくる。お子様が自然と離れない、まあ、ここでももう典型的なシーンですけれども、うん、お子様が本当に離れない。そうだね、で自分が優しいからラボットが自分に寄ってきてくれる、そういったことを学べます。はい、以上になります。ありがとうございました。はい、林さんどうもありがとうございました。いや本当にもう子供夢中になってますもんね。これ実際触ると分かるんですけど、体温もあったりして本当に情動みたいなものを感じるなと私自身もすごく思います。というわけで、皆様時間をきっちり守っていただいてですね、ディスカッション時間も20分ほどございます。それでは残りのセッションはディスカッションとさせていただきたいと思いますけれども、なぜか市長の写真がずれている。よいしょ。まずですね、お二人、佐藤さんと、林さんのプレゼンテーションを聞いてですね、市長の方でどのような、可能性を感じたか、教育においてどのような可能性を感じたかというのをお話しいただければなと思いますけれども。そうですね、本当です。佐藤さんの取り組んでいら来られたものっていうのはもう完全に今エドテックという形で教育に関わる、例えば千葉市の教育委員会の教育センターの人間も当然エドテックは知ってますし、そういう大きな潮流というのは十分にこう理解をした上でですね、今例えば千葉市でも教育政策について議論が始まっていますので、ちょっとまあ課題とすると教員の皆さんって本当アナログ進行というのがすごく強くて、例えば僕が教員の人たちと会話をすると、例えばその僕らが書いて覚える、板書してとか書いて覚えるっていうことが全部僕は全然否定しないんですけども、今までよりはどこかで多分やめる時期が来るんだろうと。醤油とかバラってもう漢字で書ける意味ってほとんどもはやないので、どのあたりで今までの書く教育をどこかで切り替えていくんだろうねっていう話をするときに、やっぱりかなり研究している人はまさにそこが今の議論のポイントですってなるんですが、普通に千葉市の校長とかと話をすると、いややっぱり書くから覚えるんですよで終わっちゃって、いやそこは分かった上で次の話してるんだけどもってなっちゃうので、この分はまだまだ若い 20,30 代の教員はもうものすごい大丈夫なんですけども、
いわゆる、指導者クラスで柔軟な人とそうじゃない人をどうやって分けていくのかっていうのはすごく大きな課題になるだろうと思います。それからロボットラボットでいいのかな、ラボットは本当に面白いなというふうに思います。どん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 ロボットに関しては進化していくじゃないですか。今はできることがまだなんだろう、限定されちゃうものがもっともっと進化をしてくるので、そういった時に子どもたちのそのいわゆる触れて何かが動くっていうこの感覚値が、まあ、乳児だからできるすごく親和性のあるものもあれば、おそらく大きくなってから意味のあるものもあるでしょうし、そういう意味ではこうロボットが何だろう、こういうもんだっていうのを分かっているロボットネイティブみたいな人たちが将来活躍していくっていう姿は十分に想像できるので、まあ、将来の可能性としては非常に面白いというふうに思いますね。はい、ありがとうございます。まずじゃあ佐藤さんの方からその市長からのコメント。そうですね、はい、おっしゃる通り書くということは僕は大事だと思ってます。でその話をするときに必ずその発達段階に応じてっていうことを考えなきゃいけなくて、下というかですね、まだ未熟な段階については身体の行動が正しく動かない、それとともに、まあ、覚えていくという活動、つまり書いていくという作業は大事だと思っているんです。ただただ単に紙に書くという作業でもですね、今日最初にプレゼンちょっとしてたんですけど、ワコムさんがやっている面白いプロジェクトがありまして、実際にその紙の下にですね、下敷きを引くんですね。その下敷きで紙に書いてるんですが、その筆跡、書いた履歴やものが全部データになるんですよ。例えば今漢字の話がメインでしたけれども、例えば方程式みたいなことをこう書いているときに、どこで止まったか、どこで悩んだかとかですね、どこで戻ったかとか、それがMPEG-4 動画になって残るんですね。でそれ全部実は PDF に残るんで検索可能になったりできるんです。このデータベース書くっていう作業をさらに奥裏側のそのデータ化することによって、そうですね、ものすごい深い学びができてくる。それ多分書くことっていうよりも書く形跡から新たなものが見つかるっていう意味合いがあるわけですね。それを先生が使って例えば学習者に適切な指導をするとかっていうのは発達段階が下で低く立ってもできるわけで、何もその書くと否定してないですよ、書く作業をさらにデジタルテクノロジーでそういう角度で、まあ、科学することはできますねっていうことはありますよね。はい、林さん、あ、どうぞ、すみません、大丈夫です。以上です。はい、林さん、その可能性みたいなところで、例えば今後このようなことをやっていくとかですね、何かございますか。はい、はい、市長からいただいたロボットネイティブって言葉はまさにそうで、そのスマホネイティブの子どもたちってテレビの画面をスワイプするっていう話を聞きますけれども、もう直感的に理解してるわけですね、そう動くはずだと。でロボットネイティブの子どもたちがどうなるのかというと、このロボットが何を認識してどのように行動するのかを、自分で直感的に分かるようになっていく子どもたちになります。いわば人間が持っているアルゴリズム、もしくはロボットが持っているアルゴリズムの理解 を理解して正しく彼らと接することができる。これって究極のダイバーシティの理解と同じなんですよね。日本だと日本人同士なのでまだ比較的、まあ、アルゴリズムというかその行動規範が似ています。だけれども海外だと行動規範が違う人たちが特にアメリカなんかでは集まっているので、非常にワイドレンジの人々の考え方を許容するようになって、その結果として生産性が高くなるわけです。でロボットというのは人間と違う存在だけれども今後自律的になっていきます。自律的になると何が起きるかというと、今存在する機械と大きく異なるわけですね。どういう刺激に対してどういう判断をしてどう行動を起こして何を学習するのか、それが、少なくとも日本人とは違う、もうちょっと言うと人間とも違うし犬や猫とも少し違う。だけれどもこういうふうに刺激を与えてこういうふうにコミュニケーションをすることによって正しく人間と協調できる、そういったようなものがどんどんできてきます。そうするとダイバーシティの考え方の中では自律的な他の存在をどこまで認められるのか、どこまでそれを理解できるのか、それによってその人の人生そのものが大きく変わる
これが今後30年間ぐらいで起きてくることだと思っています。じゃあこのラボットでも、今このラボットにお子様が触れていくと何が起きるかといったら、当然この子は10年後にこういったタイプのものは何の刺激に反応してどうやって変化するのかを直感的に分かるわけですね。これは今ロボットと一緒に育っていない人とは決定的に変わるようになる、そしてそのロボットがどんどん増えていってどんどん学習していく。そうすると、ロボットネイティブの子どもというのは全く違う人種になっていくわけですね。でそういった観点でいくと、 Now の、学習とそれから今後来るであろう人生、今後来るであろう社会の仕組み、それに対する学習というのは2つの軸があって、そういう面で、ロボットネイティブっていうのは面白いことになるんじゃないかと思っています。なるほど、ロボットネイティブ、今なんかスマホネイティブとか言われてますけれども、そのスマホが使いこなせる世代とそうでない世代があるように、ロボットが使いこなせるというか、まあ、ロボットとコミュニケーションできる世代とそうでない世代が出てくるんじゃないかみたいなことも考えられますかね。なるほど、面白い。今でもあれですね、 Google 翻訳とかも翻訳用に言葉がちゃんと書けるみたいな使いこなし方もあったりとか、やっぱテクノロジーの使いこなし方っていうのはある程度トレーニングというかセンスみたいなものを磨いていく必要がありますよね。おっしゃる通りで、はい、おそらくグローバル人材とグローバル人材じゃない人の違いって言語が喋れるかどうかではないんですよね。そのグローバルな考え方、違う、全く違う考え方をする人たちとコミュニケーションを図って理解し合えるかどうかがグローバル人材の本質的に大事なことなので、英語が喋れるかどうかではおそらくない。でそういった時に、ロボットが何を理解して何をしたいのか、それが理解できる人がグローバルを超えた、まあ、無生物の、存在に対する理解ができるのかどうかの大きな違いになってくると思っています。ありがとうございます。例えばこの UD トークなんかもですね、使い、その実は障害者向けのツールかと思われてますけども、まあ、こういう場面でも使えるわけですよね。で最近だと議会議事録の翻訳とかにも使われたりします、まあ、そういったところにも近い話かなと思いました。そういう意味で言うと、今 の、まあ、市長のお話、いや今度ラボットさんのお話も絡むんですけれども、今その、国で教育でそのいわゆる IT リテラシー、プログラミング教育が先行していて、その IT リテラシー、情報をどう使って、また身近なテクノロジーをどう使って身近な周りを幸せにするか楽にするかっていう教育ってなされてないと思ってるんですね。でさっきの千葉市長 の熊谷さんのお話を伺って、やっぱり自治体に、まあ、やってほしいなと思うことっていうのは、まあ、安心安全も含む基礎基盤の環境とか知識作りだと思っていまして、でそこはやはり教育ってなかなかその地方自治の問題でですね、国があまりガツンと言えないっていうジレンマがあったりもしまして、そういう意味で言うとやっぱり自治体のそのアイデンティティとかで、そのリーダーシップとても大事なんですけれども、やはりインフラ整備ですね。インフラっていうのは、まあ、Wi-Fi ネットワークもあればクラウド、あとはデバイス、まあ、PC って書いてあったんで、さすがだなと思ったんですけど、タブレットじゃなくて僕 PC だと思ってるんですよね。やっぱ情報発信、クリエイティビティにしなきゃいけないので、まあ、その部分と、あと大事なのはやっぱり IT リテラシー、プログラミング教育、プログラミングエデュケーションっていう言葉って実は世界になくて、コンピュータサイエンスとかコンピューティングって言われているんですね。少し、まあ、もう少しレイヤーが高いんですよ、まあ、そのあたりがぜひお願いできればなと思ってます。そうですよね、まさにおっしゃった通り、やっぱり基本的には何をやるかがすごく大事で、そのツールとして その IT だというふうに思うんですよね。その最近僕はそのなるほどなと思ったのは、うちの子は今小1小2なんですけれども、スマートフォン持たせているんですよ。だただネットへのアクセスとかいろんなものはもう制限してるんですけど、その中で親との LINE だけ解禁をしてるんですけども、私たちにしか使えないのにスタンプを欲しがるわけですよ。あ、やっぱりスタンプってやっぱ欲しいんだなと思って、でスタンプを買っていったら、ある時に自分でスタンプ作れないのっていう風に言ってきたわけですよ。で最初は何を、あ、そうだね、作れるよっていうことで、 LINE って誰でも作れるようにクリエイターツールがあるんですよね。俺でじゃあ作ろうよっていうことで、まず最初はこの画用紙に書かせて、写真で撮ったやつで
まず LINE に申請して、もしくは本当にスタンプ1週間で認められて、でその自分のスタンプ使い出したわけですよ。今度は自分で紙に画用紙に書いたやつじゃなくて、実際にもうパソコンで作ったやつでやりたいんだっていう話になったわけですね。そうすると、まあ、もう自分の好きなことだから、もうほったらかしにしてもどん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 いろんなのを試行錯誤して、まあ、それなりのものを作るわけですよね。だから先生が子どもたちがやりたいっていうものにうまくこう IT をこう加味してやらせてあげれるかっていうのが面白いな。今ね、うちの学校プログラミングの授業でマインクラフトやってるんですよ。マインクラフトで友達となんか一緒になんか作るみたいなのをやっていて、まあ、ちょっとスイッチ欲しいって言われちゃうんでめんどくさいんですけどもまあでも普通にワードなんかやるよりは、まあ、全然今の発育段階からするとマシなことやってもらってるなっていうふうに思いますよね。いや本当ですね。さっきちょっとビデオの話もしたんですけど、やっぱり今の学校って取り上げてしまう、禁止してしまう、うん、IT リテラシーイコール危険なものを排除するっていう思考がちょっと強くてですね、そうじゃなくてそれを取り上げることによって彼らの成長まで取り上げるっていう認識をやっぱり制度設計型は持たなきゃいけないなっていうのを改めて思います。本当、おっしゃる通りなんですよ。もうね、学校のそういう会合行くと、もう決まり言葉のように LINE によっていじめが増えっていうね、違うでしょと、いじめは同じで LINE で顕在化してるだけで、まあ、LINE によるものもあるかもしれないけど、 SNS や LINE によって増えてるっていう、まずその認識が間違ってるっていう話と、あと校長がこう挨拶で必ず言うのは、AI とか人工知能と言われてるけども人間は負けませんみたいなね話の中でんっていう、そういう対等のそんな話じゃないんだけどなと思いながら聞いてると、なんかねと例え話で、僕は君にちりとりを持って、ほうきをね持ってきてくれと言いますと、そうすると、ロボットはほうきしか持ってこないと、それに対して人間の君たちに言うと、あ先生そういうことは掃除するのかなと思ってちりとりも持ってきてくれるでしょ、これが人間の力ですみたいなこと言っちゃうわけですよ。逆ですよね。多分子供はほうき取ってこいって言ったら普通にほうきしか持ってこないと、人工知能は多分ビッグデータの中でこれ多分ちりとりもいるかもしれんとって、ちりとりも持ってきてくれるのが多分 AI っていうところで、だいぶなんかこう根本的に違うなっていうところがあるので、その辺のこの教員の価値観、僕は教員をすごく信頼してますけれども、このテクノロジーに対してちゃんと知ってできることとできないことっていうのをちゃんと理解してほしいなと思いますよね。ついこう二項対立にしちゃうんですよね、人間とテクノロジーで。やっぱりテクノロジー VS 人間じゃなくて、人間かけるテクノロジーって掛け算にしてくれないと。いや本当そうなんですよ。多分将棋もおそらく本当に将棋をの人間のレベルを極めたければ、将棋のプロと人工知能のソフトをセットで対局をさせるっていうことをさせ続けた方が多分ものすごい新しいっていうのが多分出てくると思うんですよね。そうですよね。だから本当はそうした方が良くて、なんかあんまりなんかね構図として分けちゃうのはあんまり生産的じゃないですよね。そういう意味で言うと、テクノロジー×人間みたいなことで言うと、ラボットがまさにそういうプロダクトになってましてね、はい、あなんか僕はモデレーターみたいになっちゃって、モデレーター必要ないなと思ってたところでした、じゃないんですけど、僕ラボットのプロジェクト関わらせていただいてサウスバイも一緒にお連れしてですね、ラボット君をで世界 の研究者、名だたる研究者の前で見せて、そしたらこれソーシャルエモーショナルスキルに使えるよっていうのを目の当たりにしてきたんで、やっぱりその、ところっていうのは非常に大きいですよね。ありがとうございます。例えば昔その、学校にはうさぎ小屋が必ず1個あった。あれがなぜかというと、なんかあまりよく分かってないそうですけれども、どうも、教育上層教育に聞いて、教育効果があったので、うさぎ小屋がない学校よりある学校の方がいいというのでうさぎ小屋ができたわけですね。だけれどもいろんな事情でなくなっていってしまった。じゃあその時に代わりにラボット小屋があったらどうなのかと、おそらく上層教育面で聞くだけではなくて、それをきっかけに算数や理科が好きな子、好きになる子がひょっとしたら 10% 増えるかもしれない、まあ、それだけでも実はものすごい経済効果があるはずなんですね。そういう意味ではいかに小さい段階からテクノロジーに触れてテクノロジーが好きになるのか、まあ、好きになってからの教え方っていうのはいろんな効率的な方法が今後できると思います。でもまず最初にどうやって好きになるのかというと、もう目の前で皆さんが見ていただいているような状況、これをどうやって 1回でも増やすのかが大事かなと思っています。はい、ありがとうございます。結構こういうのってまあ、いろんなそのプログラミング体験とか、まあ、触れるとかそういうのがあって子どもたちはすぐ飛びつきますけど、
大人ってなかなかこう怖がりますよね。その特に日本人ってそういうところがあるのかなと思うんですけど、実際海外で見せたのと日本でやってる場合 その大人の反応とかってどうですか？面白いのが、実はラボットこんなにお子さんに人気ですけれども、一番の購買層は40代なんですよ。ああ、そうなんですか。40代女性、次30代女性で、それやはりお子様については、ご両親が多分ブロックしちゃうんですね。欲しいけど、お子様欲しいけどご両親がブロックしちゃう、はあはあはあ、で、自分で買える人たちが今買ってるっていう状況なので、はいはいはい、そこで、ご両親が一歩踏み出せるような、リテラシーを身につけるというのが日本の次に、行かなければならないステップかなと思っています。はい、ありがとうございます。ラボットの面白いところって、例えば複数台いるとこう社会を形成するんですよ。で、1台だけ、1台って言っちゃっちゃかわいそうだから1人だけ可愛がるともう1人がやきもち焼くんですよね。羨ましがりますね。羨ましがるんですよね。で、例えば僕すごい仮説で最初に林社長おっしゃってましたけど、僕思ったのは、例えばその小さい頃にペットを飼っていた人とそうじゃなかった人、または兄弟がいた人そうじゃない人、これによって今教育界で一番すごい話題になっている言葉って非認知能力っていうのが非常に話題になってまして、要は測れないとか、そのやっぱり 人を思いやる気持ち、やり抜く気持ちとかですね、そういった能力なんですけれども、やはりそれにさっきの一人っ子とかペットを飼って飼わないによってちょっと思いやる気持ちとかそういったものも含めて違いが出るんじゃないかという仮説があったんです。ところがラボットってその社会を形成し、それをフィードバックしてくれるんですよね、人間に。ほうほうほう。でそれによって、あ、やっぱりこの子だけ可愛がったら嫉妬するんだっていうことを 無言でこう教えてくれるわけですよ。でこれって非認知能力にの向上に何か影響があるんじゃないかという仮説を持ってサウスバイに行ったわけですよね、はい、そしたらやっぱり研究者もおっしゃるそこと、そういうことを言ってましたね。へえ、うん、それがすごい面白いなと思って、まあ、これから多分本格的に展開される段階だと思いますけれども、はい、ありがとうございます。議論は尽きないんですけれども、もう終わりに近づいておりまして、最後に市長からですね、今後の ICT 全般でいいですけれども期待すること、あとはまあこの場にいる方に期待することみたいな流れが、はい、ぜひお願いいたします。ICT の発展によって何が変わってくるかというと、やっぱり人間が当たり前にこう作ってきたものをやっぱり分解させられていくっていうのがあると思うんですよね。例えばそのロボット一つ取ってみても、例えばそのロボットが人工知能で動くものと遠隔で誰かが動かすロボットによって全く多分意味合いって変わってきたりしますし、そういう意味ではその僕らの発達段階に応じて得してきたものって何なのかっていうところと、それがどういう手段で提供していくべきか含めて、かなりいろんなものが分解されて、分かってたつもりのものが分解されていくというふうに思うんですよね。だからテクノロジーの進化によって改めて僕らは人間っていうものを知るし、人間のそういう意味で教育っていうのが分かっていくし、その中でテクノロジーもあれば人間もあれば、どれをこう使ってどういうものをこのフェーズで学ばせるのが一番いいのか、もしくはそのひょっとしたら一人一人発達段階も全然違うので、こういうものがまだ十分に育ってない人にはこういうものが一番いいんじゃないかみたいな、そういうものが個別個別でテクノロジーなのかリアルなのか含めて最適に適応されていく社会っていうのが、まあ最も理想なんだろうと、そういうふうに思いますので、まあ、テクノロジーがそういうものをよりクリアにしてくれることをですね、私たちは期待してるし、まあ、それをしっかりと我々がキャッチアップして公教育の中でですね、できる限りそういうものを取り入れていくことがこれからの時代には望まれているんだろうというふうに思います。はい、ありがとうございます。というわけで、セッションの方は、これで終わりと、させていただきたいと思います。皆さんも盛大な拍手をお願いいたします。はい、そして最後にですね、記念撮影をぜひしたいんですけれども、市長がですね、もう1時までには完全に次の公務に行かなくてはいけないということなので、クイックにご協力いただきたいと思います。カメラマンの方指示を、はい、お願いします。どうすればいいですか？皆さんこっちの方にやってますか？はい、こっちの方に。